日本百名城をご紹介していきます。日本百名城とは、数ある日本の城のうち、財団法人日本城郭協会が2006年に定めた名城一覧です。同協会が2007年に迎える設立40周年の記念事業の一環として、2005年に日本国内の名城と呼ばれる城郭を公募し、2006年4月6日の城の日に認定しました。観光地としての知名度や文化財や歴史上の重要性、復元の正確性などを基準にして、歴史や建築の専門家などが審査の上で選定。2007年6月2日からは、選定された全国の100城をめぐり、名城番号がついたスタンプを押していく日本百名城選定記念スタンプラリーが開始されました。機会があればぜひ皆さんも参加をしてみてください。お城番号1、根室半島茶師跡群。北海道根室市にある24箇所の茶師窟の総称です。茶師はアイヌ語で柵囲いを意味し、砦、祭祀の場、見張り場など多目的な用途で使われていたとされます。北海道内で茶師窟は500箇所ほど確認されており、根室市内には32箇所の茶師窟が残り、うち24箇所は根室半島茶師跡群として国指定史跡に指定されています。根室市内の茶師窟が築かれた正確な年代は不明ですが、16から18世紀頃とされています。道外の戦国時代から江戸時代にあたり、その当時の社会、経済、政治情勢と関連した遺跡であるそうです。ここの茶師の堀は方形に掘られており、これは最終的な形式のもの。現在でも各茶師の堀は保存状態が良く、遺構がしっかりと確認できます。しかし、茶師内にどのような建造物が建てられていたかは現在のところ分かっていません。一般的には砦と考えられていますが、見張り場や聖地、談判の場としても活用されていたと思われます。根室市内の茶師窟は、海を望む崖上に半円形や方形の堀を巡らせた面外式の茶師窟が多く、堀を組み合わせた大規模なものが多いことで知られています。現在見学先として整備されているのは、野塚マフ1号、2号茶師骨と御根元茶師跡の2箇所です。北海道根室市は日本の本土最東端、町のキャッチフレーズとして朝日に一番近い町を掲げています。そのため百城の中で特に訪問の難易度が高い城跡とも言われています。なかなか訪問を実現できないお城ファンが多いようです。北海道と沖縄、すなわち蝦夷地と琉球は江戸時代まで武士社会ではなく、日本から独立した存在でした。そこでは本土とは全く違う形態の城がありました。蝦夷地は松前という武士の拠点以外はアイヌの人々が広範囲に住んでいました。このアイヌの人々が築いた城を茶師と言います。アイヌ語では柵を意味したように、城郭というより丘や岬の突端を利用した砦というレベルのもので、戦闘よりも聖域として祭祀や集会の場としての側面があったとされています。沖縄では城と書いて「ウスク」と読みます。江戸時代には薩摩藩の支配下にあったとはいえ、琉球は独立した王国で中国の影響を大きく受けていました。城も中国の影響が強く残り、加工しやすい花崗岩が多かったこともあって、
石を積み上げた城壁に守られた城だったことも特徴です。現在、首里城とその周辺のグスク郡は世界遺産に指定されています。首里城に復元された建築は城というより宮殿と呼ぶのがふさわしい中国風のものですが、その周辺の小規模なグスクに建てられたのはより素朴な建築で、城というより家という感じの姿をしています。日本の城郭史の中でも特異な存在なのが和城と呼ばれるものです。これは秀吉の朝鮮出兵の際に武将たちが朝鮮半島に築いた城や砦です。韓国東南の海岸沿いに多くの遺跡があります。後の改修されることの多かった国内の城郭よりも秀吉の時代の築城方法がよくわかる遺構が多くあり、日韓で共同の研究が進められています。次回はお城番号に五稜郭をご紹介します。この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。旅が楽しくなる知識を発信していきますので、通知をオンにして楽しみにお待ちください。you